ビヘイビアとは、あらかじめ記述された JavaScript のテンプレート集です。Dreamweaver MX では、よく使われる JavaScript があらかじめ何パターンも用意してあります。これらをアクションと呼び、URL に移動、サウンドの再生、スワップイメージなどがあります。ここでは、チェックブラウザを例にとって、ブラウザを判別するビヘイビアを追加してみましょう。ページにレイヤーの機能を使用している場合、インターネットエクスプローラー 3.0 やネットスケープ 3.0 以前の古いブラウザーでは表示できません。また、厳密なレイアウトをしている場合、ブラウザの種類が違うとレイアウトが崩れてしまうことがあります。例えば、インターネットエクスプローラーに特化したページを作成している場合は、ネットスケープで見ようとしている人へのメッセージと、ネットスケープ用のレイアウトのページを用意しておきます。そして、ブラウザを自動的に判別して、メッセージを表示させるようにします。このページは、レイヤーを多用して、インターネットエクスプローラー用にレイアウトしたページです。このページをネットスケープで開こうとした場合に、自動的にメッセージが表示されるようにします。ビヘイビアは、レイヤーやイメージなどのオブジェクトに適用して使いますので、まずはオブジェクトを選択します。ここでは、ページのコンテンツ全体を定義するボディタグを選択します。ドキュメントウィンドウ左下のタグセレクタで、ボディタグの部分をクリックして選択してください。ウィンドウメニューから、ビヘイビアを選択します。ビヘイビアパネルが表示されます。ボディに対するアクションを設定しますので、プラスをクリックします。メニューが表示されますので、チェックブラウザを選択します。チェックブラウザダイアログボックスが表示されます。チェックするブラウザのバージョンを設定します。ネットスケープバージョン、インターネットエクスプローラーバージョン、それぞれの数値を入力します。ここでは 4.0 のままにしておきます。今回はネットスケープなどインターネットエクスプローラー以外のブラウザでページを表示しようとした場合は、メッセージのページが表示されるようにします。ネットスケープバージョン 4.0 もしくはそれ以降のリストで、代替 URL に移動を選択します。インターネットエクスプローラー 4.0 もしくはそれ以降は、移動しないを選択します。他のブラウザは、代替 URL に移動を選択します。そして、代替 URL の参照をクリックして、メッセージのページを指定します。これで設定できましたので、OK をクリックします。ビヘイビアパネルにアクションが登録されました。次にイベントの確認をします。ビヘイビアは必ずあるきっかけを契機に発動します。このきっかけのことをイベントと呼びます。ビヘイビアを活用するには必ずイベントを指定しなくてはいけません。イベントはダイアログの設定完了後自動的に設定されますが、いつも目的のイベントに設定されているとは限りません。ですから、必ずイベントを確認するようにしましょう。イベントがオンロードになっているかを確認します。
オンロードはページまたはイメージのロードが完了したときに生成されるイベントです。もし変更が必要な場合は、イベントの三角のボタンをクリックして、表示されるメニューから選択し直します。ここではオンロードのままにしておきます。ブラウザで確認してみます。これはインターネットエクスプローラーの場合です。レイヤーで作成したページはそのまま表示されます。こちらはネットスケープで表示した場合です。レイヤーで作成したページを表示しようとすると、ブラウザチェックのアクションが働いて、メッセージのページが開きます。このページからネットスケープ用に作成したページにリンクするように設定しておきます。